はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は世界を良くするにはっていう、ちょっとエッセイチックな話があったので、結構面白いし、ズザズザ来るなと思ったんで、皆さんにシェアできたらなと思います。ちょっと心理的な話も含めてになりますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。で今日は、タイトルっていうわけじゃなかったんですけど、良薬は口に苦しっていうことで、冒頭言ったようにね、今日はとあるエッセイの話をしていきます。でこれっていうのは僕自身の話なんですけど、結構ね読んでてね非常に胸が痛くなったんですよ。それはなんかキューって締め付けられるっていうわけじゃなくて、なんかズサズサ刺されたなっていう気分ですね。で結局自分が何とかしなかったら世界は決して変わらないっていうものをなんかトントン突きつけられたような気分だったんですよ。だからもしかしたら、傷つく方も中にいるかもしれないし、いやそうは言ってもって言って怒りを覚える方もいるかもしれないんですけど、エッセイとして今日は紹介をねしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。で、著者の方に関しては、その方自身が20代半ばの会社員だった頃の話になります。はい。こんな感じでチャプター形式になってるんですけど、その方はね、よく20代半ば、僕も20代半ば、もう後半ですけど、よくある話かなと思うんですけど、大体会社が嫌になる時期かもしれないですね。新卒をあた過ぎて、部下はできないか、後輩くらいができた時期に。で、あらゆることにね、不満を抱いている時期なんですよ。でどんな不満かっていうと、例えば、意味のない社会、ちょっとね、1、2年入ったくらい、早く入ったくらいで威張ってんじゃねえよ、みたいなね。それから人の話を全然聞いてくれない上司とか、いるいる。で、それから無駄に長い会議とか、長すぎる、無駄な会議とか長すぎる非効率な会議とかね、回数が多いとかね。それから感覚値だけでの目標とかね、その数字どっから来てんですかって、このくらいいけるかな、みたいなね、バカかって話なんですけど。で不満の原因を探ろうと、努力をしたんですけど、そのために、知識武装、理論武装しなくちゃってまずこの人は思ったみたいで、ありとあらゆる本を、ドラッカーとかね、いろいろ読み漁ったそうなんですよ。で組織の欠点に関する本とか、社会の欠点に関する本とか、ところが、本を読めば読むほど確かに知識はめちゃくちゃ身についていくんですけど、頭でっかちになっていってしまって、よりダメなポイントが目についてケチをつける人間になっちゃったそうなんですね。だからなんで世界とか社会っていうのはこんなに嫌なままなんだろうかって、なんかもう自分はその勉強してね知識ついていくんで優秀だというふうに思い込んで、なんかそうじゃない世界、社会、会社に対してますますへこんじゃう日々になったそうなんですよ。でそんなある日、先輩がね飲みに誘ってくれたんですね。で初めは忙しいっていう風に断ってたんですけど、いいから行こうやってて強引に連れてかれたんですね。でオフィスの近くにあるいいバーがあるから行こうやって言われて、バーにその当時は行ったことがなかったんで、なんかちょっと面白そうかもって言って半ば浮かれてついていったそうなんですね。でバーに入って飲み物を注文したわけなんですよ。そうすると先輩が担当直人にね質問をしてきて、セーマお前なんか会社に不満あるんか、セーマっていうのはブルーホースを英語からね、漢字に直しただけなんですけどね。で、いや、そうでもないですよ、って。そうか。ってなら、ええねんけどな。ところが、酒が進んでいくとね、酔っ払った勢いで、本音が当然出てくるんですよね。で、もともとその方は酒強くなかったんですけど、ちょっと飲んでしまっただけで、かなり酔っ払って、いや、先輩、不安あるように見えますかね。お前、わかりやすいからな。そしたら、酒、なんで避けてるんだろうね。酒の勢い、に任せて、先輩、よく我慢できますね。この会社に不満ないんですか？不満のない社会人なんかおらんやろ。例えばどんな不満ありますか？せやな。目標が無茶やったりとか、会議が長すぎたりとか、若手が辞めていくとかな。そんなのあるな。っていう話を聞いたら、もうその著者の方はもう俺も同じこと思っててっていうくらい仲間になれた気分だったんですよね。もう同じ考えを持ってたことに有頂天になって、で、途端に軽口が始まっていったんですよね。いや、ほんまこの会社クソですよねって言って。その通りは思うで。ほんまなんとかなれへんかな、先輩どう思いますって、聞いたんですよ。そしたら先輩から問いかけが来て、じゃあ、どうやったら、会社とか、世の中ってクソみたいなならなくなるかな、クソじゃなくなるんかな。俺もな、いや思ってんねん、ブルーホース、セーマ、クソだ、上司とかさ、いっぱいおるやん、会社とか嫌いやねん、ほんま。
でもどうしたらいいか分からへんから、お前どう考えてるかちょっと教えてくれへんかな。いや、やっぱり僕が思うにまず上司が変わらないといけないと思うんですよ。なるほどな。他に何かある？いや、会議の時間長すぎでしょ。あんな話するくらいやったらもう絶対営業一件待った方がいいと思うんですよ。もっと短くするべきだと思うんですよね。なるほどなるほど、確かにそれも俺思うわ。で、こんなやりとりがいくつか続いて、で最後に先輩がね、いや、わかった、お前の話いろいろ聞かせてもらってありがとう、この状況をなんとかしようかって言ったら、なんとどんでん返してもらってですね、何かっていうと、いや、ありがとうございます、いや、もう先輩マジでお願いします、いや、いやいやいや、それはちゃうねん、セイマ、お前がやんねん。え、はい、ん、上司はどうしたら変わるんやろ、お前がやらへんかったら上司が自分から、いや、セイマのために変わろうとか会社のために変わろうなんて思わへんやんか。いやいやいや、先輩先輩、いや、そんなこと言われても、いや、変えたいんちゃうの。いや、そりゃ、まあ、変えたいんですけど、ほなやろうや、ほぼめっちゃ簡単やで。で、先輩の教えは3つあるんですね。いいか、お前な、もう30代も近づいてんねん、もうそろそろなんかガキみたいになんか周りに対して不満とか文句とかっていうのもそろそろやめた方がええと思うねん。で、世の中って結局お前も子供じゃないんやから、誰もお前のために世話してくれへんねん、おしめ変えたりとかそんなんできへんねん。だから欲しいものって結局自分で手に入れなんかねんな。で、その欲しいものって別にその、なんていうんやろ、物とかそんなんじゃなくって、世界とか会社とかも良くならない。で、お前が欲しいのってそのいい会社とかいい世界ってわけやんか。だったらお前何もしてへんねんやったら、まず目の前でできることやって、で、欲しい会社にしてしまったんちゃう。で、その一つが上司の態度を変えるっていうことなんやったら、会社全体変えることとかから比べたらめっちゃ簡単ちゃう。だってあいつやろ、あいつの態度変えるだけでなんかちょっといい感じになるって思ってんやんな。なんか先輩厳しいこと言ってんなって思うんですけど、3つの約束なんですね。え、そうなんですか。いやいや、簡単簡単、3つのことを実践するだけでええと思うで。まあ、まず一つ目は不満顔に出せへんことやな。お前めっちゃ分かりやすい。さっきもお前なんか不満あるなんて聞いたら、いや不満あるんですよねって言ったら、うん、やっぱりそうやなって、もう顔に眉間のしわやってるし、なんかもう唇もブーってなんかね、タラコ唇みたいになってるしって、うん、でもその顔をまず出せへんこと、それ見るだけで俺もやし、多分あの上司の人なんか余計思ってると思うけど、めっちゃムカつくねん。それやめた方がいいと思う。で、それから二つ目に、上司の悩みを聞くことやな。だ、お前の悩みを聞くやったら俺がいくらでも聞いてあるけど、上司には上司の悩みがあんねん。で、それを多分若手に対して思っていることで、まあ辞めていくとか、そんないろいろ悩み持ってると思うから、なんか、何々さん、なんか、僕、力になれることないですかって、最初は抵抗あるかもしれへんけど、そういう一言があるだけで、多分、お前頼ってみようかってなってくれると思うよな。それから上司を褒めたり、褒めるとこないかもしれへんけど、今、お前、上司の嫌なこととかダメなとこばっか目についてるやろ、じゃなくって逆にこの人のいいとこってなんかないかなっていうのを探すのにちょっと意識してやってみる。そしたらめっちゃいい人に見えてくるから、はい、お前いい人やねん。だってお前を嫌ってるかもしれへんけど、じゃああの人家族いるやんか、家族にとっても嫌なパパか嫌なお父さんかって言ったらちゃうやんか。うん、そういうことやと思うで。だから騙されたと思って今の不満を顔に出さないのと、上司の悩み聞くのと、上司褒めるっていうのをとりあえず騙されたと思って半年間続けてみてほしい。あかんかったら俺のこと殴っていいからな。で、そういう話をして実践の日々をその方続けたんですね。もうとにかく3つの約束っていうのを実行し続けたんですよ。で、上司の嫌な部分じゃなくっていい部分に目を向けるようにして、例えば積極的に話を聞きに行ったりとか、なんかこの人が、まあ、その悩みを直接聞いても多分言ってくれないだろうなと思ったから、何かこう悩んでることって一体何だろう、何なんだろうってことを思いを馳せてみたんですね。で、分かったことがいくつかあって、一つは会議の時間が長かったのも結局みんなが黙って何も反応しないから、その人自身がいやこのままで合意とって大丈夫なのかなって不安だったから、無駄にこうどうってこう時間が長引いてしまったっていうこともあるんですね。で、それをセイマ自身が、この著者自身が
発言の数を増やせば自然と会議のその議決されるスピードっていうのも上がっていって時間がトータルで減ったっていうことだったんですね。で変化っていうのが当然出てきて、まあ、いつしかその聖馬自身も、いや、こいつほんまクソやんな、なんでこんな態度ばっかとんでムカつくわーって思ってた上司も、何かあれば相談くれるようになって、で、最終的には若手の離職率が高いっていう防止策の責任も任せてくれるようになったんですよね。で、これっていうのは、先輩との3つの約束を守ったおかげで、まあ、結局は世界って誰かが変えてくれるとか、なんかいつか、自然と変わってくれると思ってたのがそうじゃなくって自分が変えることで世界って変わるんやなっていうのを肌で実感することができたエピソードになったっていう話なんですね。ですから結論としては世界を変えたいなら人のことであったとしてもおっと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 ちょっと待ってくださいね、なんかバグってるね、うん、世界のことを変えたいのであればもう人のことであれ自分のことであれ、まず目の前で自分のできることっていうのを実行に移すことが大事かなと思います。で、これっていうのは別に難しいことじゃなくって、些細なことでも世界って変わるんですよね。で、世界とか会社が良くならないっていうのは、この著者によると、結局はあなた自身、文句言ってるあなた自身が何も言わないから。なので、あなたができる何かっていうのを小さいことでいいからコツコツ変えてもらえたら OK じゃないかなっていうことですね。とある歌手のね、チェンジっていう歌も君が変われば世界が変わる、世界が変われば明日が変わるっていう歌詞があるんですけど、まあ、チェンジって調べてもらったら出てくると思います。いや、まさにその通りですね。もしかしたらその歌手の方もこのエッセイを見て作ったのか、もしくはこのエッセイを書いた人がそのチェンジっていう曲を聴いてこれを書いたのか分かんないですけど、全くその通りな感じの歌詞ですんで、まあ、ぜひチェンジ機会があれば聴いてみていただけたらと思います。ということでね、本日の動画以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。